日本のゴルフ界に風穴を開ける先鋭的バラエティー、ゴルフ武勇伝。精度の高いプロダクツで数々のツアープロたちをバックアップする GMA の代表として長年にわたりプロたちをコーチング。また音楽レーベルバトルクライサウンドのプロデューサーとしても活躍を続ける岡崎晃壮が今週もナビゲート。真剣勝負、そしてやや辛口なトークにもご期待ください。ゴルフ武勇伝。舞台は都心から車で60分のオールフラットなチャンピオンコース。緑と水と光があふれる平川カントリークラブ、名門メンバーコースでの戦いです。今週の1ホール目は3段グリーンの手前に池が待ち構える4番524ヤードのパー5です。ツアーを支える名物キャディーたちがプレイヤーをサポート。宮下優子がゲームの進行をアシストします。4番ホール524ヤードのティーグラウンドよりグリーンが望めるパー5です。望めるここ1番での勝負強さは折り紙付き。クールな佇まいから飛距離のあるショットを繰り出す井上誠プロ。井上プロのティーショットです。無視されちゃったこいつ技覚えてきました、うん、結婚すると違うわ。ほーれほーれ、いやー、やめ、左から、左から、おおおおおお、見てないけど何の、おお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 お。テクニック、みなぎるパワー、そしてその飛距離、彼こそがミスター武勇伝、立山光弘プロ。立山プロのティーショットです。しょーれ、左から来てねえな。カイン、カイン、あったかいとこ転がってった、カイン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 、いかねえ、日向行っちゃったよ。日向行っちゃった日向、あそこ日向まで出るんだろうか。今年は完全復帰へと向けた勝負の年へ。宮里三兄弟をまとめるビッグブラザー、宮里清プロ。宮里プロのティーショットです。おーやったね。さすがのブーちゃんも体回ってないで、全然半袖になんないと回んないんじゃないの。回んないんじゃないの。そうっすね。深夜でも八面六臂の活躍を続け、日本プロゴルフ界に燦然と輝く、全てのプロゴルファーのお手本、渡辺司プロ。渡辺プロのティーショットです。押したから車輪回ってまっすぐ行きますね。700回転さん。ああ、俺たちすごいっすね。700回転しかしない。しょうがない。しょうがない。40年ぶりだもん。700回転しかしない。お願いします。岡崎コーチのティーショットです。おお。おお。硬いとこ行った。硬いとこね。カッキーン、カッキーン。全然飛んでねえな、しかしな。ひでえな。最も飛ばしたのは渡辺司プロ。大きくランが出ました。宮里清プロと岡崎コーチは斜面からの2打目です。岡崎コーチ、残り300ヤードです。クラブはユーティリティです。岡崎コーチの2打目です。お、ピンポン鳴った。やべ、ナイスショットです。いいじゃんこれ。しゃー、すごいねこれ。なんすか今ね、ね、はい、いい清志、ここにつけます、はい、どこどこ、こっちなのかこっちなのか、サブグリーン、自分狙うところ、はい、これでこのボタン押します、はい、いいですか。
で構えてください。宮里プロ残り300ヤードです。クラブは4番アイアンです。宮里プロの2番です。ずいぶん右向いてるよ。大丈夫大丈夫、すごいっすか。おー、いいじゃん。おおおいおおおおお、消えたぞ、消えた。行け、バッバッ。立山プロ残り254ヤードです。クラブは3番ウッドです。立山プロの2番目です。これクラブ入んねえし、下に大丈夫。かー、一生懸命下に入れちゃった。あぶねお、止まった。井上プロ、クラブは3番ウッドです、はい、井上プロの2打目です。うわ、いい球だこれ。飛べー、ゴー。おー、ナイスね。止まれ、お、止まれ止まれノリが上から目線ですよ。なんて、司さんそのクラブで行くんですかねとか今言ってましたよ。ほら、偉そうに、偉そうに。帰ろお前俺が持ってる一番飛ぶクラブだよ、このどんな球出るか。息入っちゃった。この軽いダンスロープ。渡辺プロの2打目です。イケバンクッション、カモン、ゴー。いや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 、おー、おいよ、おいよ、おー、いや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 。岡崎コーチ残り92ヤードです。クラブはサンドウェッジです。岡崎コーチの3打目です。でかいでかい、パインパイン言っちゃうよこれ。パインパイン頼むから跳ねろ。カインカイン、危ね。あれ、スピンかかってるよ。あれ、やっぺった、やっぺった。すげえな俺宮里プロ残り85ヤードです。クラブはサンドウェッジです。宮里プロの4打目です。うまい、完璧だ、届け。おお危ねえ、危ねえ、おい止まれ、あかん立山プロ残り37ヤードです。クラブは砂です。立山プロの3打目です。うまい、あナイスです。マジックで書かなくていい名前こうやってペペペペペ宮里プロ、クラブはサンドウェッジです。宮里プロの5打目です。ああ、止まれ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 、止まってくれ、はい、止まった。あ、フォロービュービュー吹いてる。渡辺プロ、クラブは58度です、はい、渡辺プロの3打目です。うわー、ダフった。うわあ、怯えた。左で打ってくれじゃん。こうやってクラブメーカーのためにこういうことを。いやいやいや、違う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 。そこはお前我慢。お前今日何のためそこにいるの。そこは我慢。そこはお前自分を出さないと。連れてきちゃった、連れてきちゃった。そこは我慢。井上プロの3打目です。ほら。おい、全然弱いじゃん。おい、ほら、だから言ったじゃん、マコ。大丈夫ですなんて言ってっからダメなんだ、お前。本当なんだよ、お前。これお前、当社のお前、今度新しいのでお前、やってみ、もう一度。普通にパターの握りをして。だから言ったじゃん、こっち使えって。宮里プロは池に阻まれ5オン、苦しい展開となった。残る4人はバーディートライだ。
井上プロのバーディートライです。あれあれあんまり行かないね。本当ですね。これはやったね。うまい。井上プロこれ入れてパーです。井上プロパーです。裏打ちだったな。本当に最後は左、最後は左、最後は左。渡辺プロのバーディートライです。えい、ターン、ターン、ターン。うわだから最後は左ってお前言ってんのに言ってくれよ。今も入ったと思いました塚さん。僕は今年こういう1年かな。岡崎さんだ。よし岡崎コーチのバーディートライです。なめたしだよ。あ、なんだなんだおい弱気いそう。岡崎コーチこれ入れてパーです。これは今のライン転がってて 100% 入ったと思う。岡崎コーチパーです。宮里プロのボギーパットです。あんな左グンじゃ行くべ。仕掛けたっす、ちょっと仕掛けたっす。分かりにく宮里プロこれ入れてダブルボギーです。宮里プロダブルボギーです。これ言われちゃってますか。立山プロのバーディートライです。打ち切れなかった。立山プロこれを入れてパーです。すいません、打ち切れないってこともないけど。立山プロそして渡辺プロ、このホールで惜しくもバーディーを逃しました。迎えた2ホール目は5番、483ヤードのパー4。距離たっぷりのこのホール、さあプロたちはどう攻略する。483ヤード、はい、長いです。やや打ち下ろしのストレートのパー4です。これ女子ならロングだろ。483こっちで。はい、失礼します。じゃあ俺はノリが今日キャディなので僕はこのホールだけロングで。じゃあ俺はここパー5が。井上プロのティーショットです。はい、ああ軽薄だね。右から吹いてるのどっちなんだろうね。これ右から吹いてるね。端くなこれ。お願いします。立山プロのティーショットです。右から吹いた音、右からです。あ、しゃあナイスショットです。めっちゃ吹いた。転がれ、これ届かねえこれ届かない絶対。ダオス塚さんぐらい転がってねえかな今の宮里プロのティーショットです。まっす。お、いい球。バンカーだ。これ一番いいとこだ。カンカンってバンカー手前まで入んないかな。お選手会長のお兄さんってことはお前チェアマンなんだよ、選手会長は顎で使えるってことだろ。そうやもん。おお、優勝くん俺渡辺プロのティーショットです。うわ、出た、回転してね違う、マイホールマイホールティー折れてる。本当だ俺一回も折れねえ。岡崎コーチのティーショットです。ああやった。お、なんだこのドライバー。懐かしいですか。ひどいな。いやいや、打ってましたよあれ。
玉筋あ玉筋はな見覚えある見覚えある30年間ずっとフェードヒッターだったけど見覚えある。斉藤真希子が渡辺プロのフリーキックです。井上プロ、清プロ、そして渡辺プロは仲良く左のバンカーへ。岡崎コーチは林の中、斜面からのショットとなります。岡崎コーチ、クラブは4番アイアンです。岡崎コーチの2打目です。あーやっぱ出ないやな。ポヨンバンカーがめっちゃ転がります。上げてるよな。でも上は絶対行きたくないんだよね。転がしていくか。立山プロの2打目です。余計なことやってた。出来もしないのに抜けた？出来もしねえのに。岡崎コーチ残り220ヤードです。クラブは5番ウッドです。岡崎コーチの3打目です。ひどいな、ひどいのね、痛いよね。足入んねえし。渡辺プロの2打目です。十分十分、安全右サイド。球沈んでんなこれ。宮里プロの2打目です。うまいなこれ。飛んでねえか。飛んでねえな。あ、乗った。嘘。距離ぴったり。嘘。よし。すげえ手前の落ちたの。硬いっすもんね。これなんか沈んでんなこれ。井上プロの2打目です。いた。大丈夫ですかね。左左左。岡崎コーチ残り85ヤードです。クラブはサンドウェッジです。岡崎コーチの4打目です。おっおっ、なんだうめえなサンド。立山プロ残り56ヤードです。クラブは砂です。立山プロの3打目です。すげえ止まるぜ GMA、うん、ダブルソウル。どう。渡辺プロの3打目です。ああ立派なチャックリだよ。あんなくぼんだところに入ってて、それに対する技術がないわ。井上プロの3打目です。うわーもうちょい。バンカーから見事2オンを果たした宮里プロがバーディートライへ。スコア挽回のチャンス。なんとしてもバーディーを取りたいところです。渡辺プロのパーパットです。おっと弱い。ゴーラインだ。いやひどい。渡辺プロこれを入れてボギーです。渡辺プロボギーです。誰ちっちゃくちっちゃくだよ。井上プロのパーパットです。ああ、尾崎すいません。井上プロこれ入れてパーです。ボギーです。ボギーです。ボギーです。うまごまかしたなあいつ。立山プロのパーパットです。ほだ立山プロこれ入れてボギーです。
さてはプロボギーです。打てね、全然打てね。宮里プロのバーディートライです。インドホール。おおい、いったな。セーター邪魔なんじゃね。何がだから高さが合ってないんだよね。岡崎コーチのボギーパットです。え、ハンカップ。適当だよ、まさみあいつ。全然見てない。全然見てないね。はい、ハンカップだって。お前、イボミ以外は全部適当だ、ハンパックって。はい。岡崎コーチのボギーパットです。全然切れねえじゃねえかよ。なあ。ひどいキャディだよ、まさみ。外れろ。もう一回、全然外れろ、もう一回。全然切れねえじゃねえかよ、まったく。ひどいな。切れるわけないな。宮里プロのパーパットです。あぶね。ナイスパーです。ほらほらほら、全然切れないせいだって。平川カントリークラブにも GMA コーナーが新設されました。最新モデルやキャディバッグ、各種アイテムをお求めいただけます。平川カントリークラブ名物のナポリタンスパゲッティ。どんだけ食うんですか、メイク。すごいね。先週から量があんまり減ってませんね。そうなんです。冬は体が動かず全てが億劫ですが、皆さんはどのようにストレッチをされていますか。体がカチカチでこうやって年寄りになっていくのだなと実感しております。塚さんから言ったら何が年だよっていうやつもいるし、年年って言って、まあそりゃそうだよね。はい、僕のね、先輩というか、まあシニアの中にね、はい、60を過ぎても全然元気にゴルフのクラブを、振り切ってるっていう人もいっぱいいるし、うん、元気にゴルフをしたいっていう気持ちを自分が持ってれば、うん、まあストレッチとかもそうだけど、クラブってやっぱりその、気持ちが入ってれば振れるんじゃないのかな。諦めないこと、はい、そういうことではね。最近は、はい、こうスポーツする前こういうストレッチじゃないんだって。なんだっけ名前。ダイナミックストレッチ。ダイナミックストレッチって言って、こうやって動かしながらしないと固まってしまうんだって。無理無理。振りはやらないやいいんだよ。あの一番いいのはストレッチもそうだけど、はい、要は血流を良くすることね。だから血流を良くするってことはやっぱり動いてあげるっていうこと、はい、だ例えば少しだけこうね歩くとか、うん、やっぱだから今の血流の水分だよね。一番取りづらいこういう季節だね、うん、喉乾かないから、だからどん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 硬くなってなっちゃうんだよね。よし食えよお前。はい、いただきます。ということでまた来週もお会いしましょう。ありがとうございました。失礼します。ナポリタン。ゴルフ武勇伝番組公式サイトでは秘蔵映像も公開中。テレビの裏側お見せします。番組へのご意見ご感想もお待ちしています。ピヨシだ。まだ長袖着ちゃった。今脱ぐのいいよいいよいいよ。おいいやおい、いてつくコースでショットの行方が全く読めない今月の戦い。次回も平川カントリークラブからお届けします。5人でのラウンドでいつもの2割増しのにぎやかさ。来週もお見逃しなく。おちょっと4桁いきましたね、スピン量が。やってた。すげえ落としたぞ今。